はいどうもショータイムゴルフです。192ヤードです。7番。はい。これ打っちゃったもん。何番？1。あ、同じだ。悲しいんだけど、マジで。飛距離一緒。7で。はい、7番で。196ヤード。ない、それがやりたかったの。うまいね。ナイス。俺らドローしちゃったけどね。ロストちゃんはフェードで。出だしは悪くなかったね。ドローが打てないんで。やっぱ7000円のパターがいいんじゃないの？ん？持って帰るアメリカに。最初のチーム内予選あれで出ようかな。びっくりされた本当に。でグリップがあのアイアンのグリップみたいな丸いやつ。丸いやつ。そう超入った。いや俺やっぱアームロックがいいと思う。デシャンボーの。アームロック。マットクーチャーとか。ロフト開かないとダメですよね、パターが。パターがロフトないと。めっちゃないで前出して。7度ぐらいないとダメですよね、あれ。そうあれ練習しないと。サイドサドル。いやあれ禁止でしょ。え、あれ禁止になった。禁止なんですか。もうだから禁止になったからあいつできなくなったんだよ。なんかラインは横から見なきゃいけないみたいな、確かだった、そんな感じだった気がする。変なルール作りましたね。そうでシャンボーがさ、いろんなこと考えるからさ。お、惜しい。やべ、さ似たようなラインから。うまい。オッケー。最後そんな切れなかったです。でもどっちかっつったらスライスかも。いや入ったな。本当にうめえ。取り返した。 OB をすげえ。わかんない、どっち切れたか忘れてた。簡単に入れてくるからね。多分スライス。パーパット。これスライス？お、スライスらしいです。いや、わかんない。1本見えるんだよね。かもしんない。おー、まっすぐ。困った時まっすぐ。困ったらまっすぐですよね。ありがとう。3&3&2オーバー。そう5打差もついちゃったわ。いやアジアパシフィックアーマーに勝ちたい。あめっちゃ高い。なんか転がりがさ、なんか違う、なんか線通りに行くもんね、うん、ちゃんとゴルフボールが。俺のはなんかいろんな回転してる。そういろんな回転してる。なんかいろんなもんが見えるもん。ジャンプする、なんか打った瞬間球が。はい、358。うん、多分翔太さんが打たなきゃいけないところは、違う、こっちっすね。管理でだ、まっすぐは打てない。だ一番狭いとこ。ドライバーらしいです。いや、やばいよ本当に。ナイス。うん、完璧。うまうまくね。うまい。いや今のはいいわ。諸君は2番よ。分かんないで旗の方に上がります。狭いよ。右行っちゃったらやばい。だって旗の方行ったらもう林のど真ん中行く。そっか。
剣術片方向見えない。結構ごめん。え、いいよ。結構飛んだな。2番。うん、あ、超こすった。開いたね、体。やばい、カートドロー跳ねた。最強、戻ってきた。嘘、戻ってきた。まあでも、アンラッキーとラッキーが重なった。114 56度、56度木に当たって、出てきました。味方してますね、木が。いいんじゃない。なしそう。118、52。ピンのちょい左。ここですね。あ、ナイス。80ヤードぐらい先。よりは50ヤードぐらい。60ヤード。うん、ナイス。みんなバーディーパットです。レディーな方から。高いろ、バーディーパット。7、8メートルのフックだね。フック上り。シャチャンバーディーパット。お、強く打った。結構打っちゃった。強気だね。うん、肩いいから強気できましたね。これ決めたいね。はい、ショートさんのバーディーパット。もう俺らより60ヤードぐらい飛んでるところから打ってるんで、やっぱバーディーを取っときたいですよね。強いか。まっすぐに行った。このグリーン速くないですか、ちょっと、ね、やべえ、うん、みんなちょっとずつ距離が残って。嫌なちょっと OK から外れてますよね、全部。下りってこと忘れてた。うん、はい、磯くんのパーパット。うまいね。はい、翔太さん。外さないもんね。うん、なんか外す気しない。危ねえ。おー、危ねえ。焦った。引っ掛けた。超引っ掛けた。マジ？うん、分かんない。切れない。まっすぐ強気ダイブとか入るよ。よっしゃ。全然強気じゃなかった。結構ジャストタッチだ。348ヤード。俺はもちろんドライバーですけどね。いや、普通の人は2本とりあえず持ってきます、ドライバーで打つとしたら。あ、もうどっち方面ですかこれ。ちょっと右っすよね。右ドック。結構狭くないですか。狭い。でもドライバーもちろん。ハードそんなにの、ね、本当ないね、本当に。いいんすかこれ。最高でしょ。最高なんだこれ。どうでした。あれちょっとでかい。でかい。ここわかんない。350っすよ。いや違う違う違う、突き抜けたかなっていう。あ、ピンもっと右なんすか。もっと右だから右のフェアウェイ狙いだよね。で、270ぐらい飛べば最高。270から80。スプーンいきます。はい、スプーンで。技術がないとできない。
ちょっとこれやばいかも。スプーンだと抜けないでしょ。あ、でも抜けてるかもしんない。まっすぐ落ちるのは見えました。うん、見えた見えた。当たってないよね、木にね。当たってない。じゃあ大丈夫だ。だから右のフェアウェイで。フェアウェイの真ん中。俺も。うん、さっきから右ってるから。でも少しでも擦ったら狙えなくなるよ。そうなの。左だったらとりあえず狙える。うん。あ、やばい。これやばい。これ林だね。あ、出てきたかも。抜けたっぽい。さすがマッチョ。筋肉は正義。さっきからいい当たり一回もしてないんだけど。全部擦ってない。全部擦ってる、本当に。今日一日中擦ってる。手島さん卒業生やばい。そう、手島さんと卒業生です。実際に手島さん会いました、一回。マジ？あの、去年のダンロップの時。あー。で、挨拶したら、うん、仰天してました。マジで？だって、ヘッドコーチが一緒、同じ人だったんですよ。あ、そうなんだ。30年前ですよ。へぇ、まあでも、その人今年でやめま、リタイアしたんですけど。あ、俺狙えないわ。すごいね、嘘手でしょ。え、見た、会ったことあります？一回見たことある。あの、おじいちゃん、うん、猫、猫大好きおじいちゃん。アメリカの大学のバンはメルセデス・ベンツなんですよ。全部全部じゃない、ほとんど。うちは違います。ジョージ・メンソン違うの。うちは違う。でもうちはあんまドライブしないんだよ、試合に。ほとんど飛行機。飛行機多いよね。多い。122。122？絶対ヒョロしないな、これ。56で56ですよ、ね。うん、安全。いや、上げたらあそこ上抜けるんだよ。うん、上げなかったらもっと左から出してフェードかけるタイガーフェード。タイガーフェード。手前の木に当たった。最悪。そんなことある？ここの木に当たったよ、こっちじゃなくて。めっちゃ上がった。100ヤード。100ヤード。56度。はい、56で。でかい。3打目です。止まれ。はい、でかい。止まれた。ちょいこぼれ。林の中、木の林ってほどでもないか。ギリ狙え、ギリ狙えますね、これは。65ヤード。56。これは簡単ですね。簡単なアプローチ。左足上がりなんで。最悪。ね、打ち切りましたね。そこの3打目。いやー、だいぶショートしちゃった。俺と同じぐらいのパーパットが残る。ショートさんのバーディーパット。うまい。入った。ナイス。4アンダー。4アンダー。うま。ナイスです。あ、うまい。うめえ。みんなパパうまい。そんなん使ってっからだ。いや、これいいでしょ。パターのせいじゃないでしょ。ああ、めっちゃ切れた。オッケーオッケー。長いのパーパット、ボギーパット。ボギーパット。ああ。それ、ちきる。
打ち切っちゃダメでしょ。打ち切ってもじゃなくて感覚が全然合ってないだけですよ。あ、この動画がいいと思ったらいいね、あとコメントよろしくお願いします。お願いします。あと登録もお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。あ、抜けちゃった。